6月27日はそう、安崎が逆転スリーラン打たれた日だね。サンズだ。本当に悲しかったよ。マジでサンズいろいろやってくれたな、20年は。とりあえず過去を変えて勝利に。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガース、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発は右のピープルズ、ピープルズ。先発は左の岩佐。この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。ああ、もう本当サンズやってくれたよ。チャンス。ベイスターズ、ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で佐野、今日は3打数1安打。もう一度二塁牽制球です。二塁タッチはセーフ。44番じゃなくなっちゃったんだよな。44番が良かったよ。あ、いいの。柴田で。おお、いいの。宮崎で。敏郎で。やり直せるから。スタンドからはなんとか長打をと期待をかけるそうな響いています。第2球投げた。引っ張った。切れていきます。追い込んでから第3球を空振り三振。はい。うるさい。ランナー2人を置いて迎えるバッターは柴田。おお、ダメだ。敏郎がかすったかな。スプリットフィンガーファストボール。モモセがダイソーで出てるんだね。いけー、届かない。ミネイ君。一打サヨナラの場面を迎えています。投げました。外角高め際どい球ボール。第2球投げました。インロー。第3球、あ、低めのボール引っ掛けた。フラフラッと上がったショート落下手に入りました。掴んでこれで3アウトになります。やり直そう。バッターは4番佐野。第9どんどん広角打法だ。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。ああ。インフィールドフライ。インフィールドフライが宣告されました。分かった。第9、逆境なのね。逆境丸ついてるな。あ、落ちろ。落ちない。掴みました。ボールは中継。これで2アウト。ランナーも1塁2塁変わりません。第9ストレートはもう。宮崎もね、広角打法だよ。あ、打ちました。宇宙間へ持っていきましたが、ライト前進してから取りました。糸井 C 級コピーライター。うるさい。第3球を投げました。まっすぐに打ってストライク。あ、広角打法あるからな。投げました。外れた。え、フォアボール？動きは
球目打ちました。右中間へのフライ、ライト前に出る、掴みました、ボールは中継、これでワンアウト。はい、柴田は一塁二塁変わりません。第9球おー真っ二つ、応援しに行きたいな。初めてだな、一回も行かなかったよ。スプリットはボール。投球これから2球目。直球ストライク。あ、さよならついてんだ。あ、打ちました。1、2塁間への当たり。下手くそ。これでツーアウト。下手くそなんす。第9投げました。いったー。あ、入ったー。見ない。あ、ヤマトが抱っこしてくれた。ねえ、こうだったらいいよね。なんでそんな顔してんの。お送りしてまいりました一戦は10対8、ベイスターズサヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は山崎。あ、いい笑顔。ミネイのスリーランで逆転さよなら。あ、山崎康明は勝ち投手。まあまあ、おしまい。